こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。だんだん暑くなってきましたね。暑くなってくると私がよく結ぶ銀座結びのことについて、今日は結びながらちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。銀座結びって本来は別に夏の帯結びというわけではないんですけれども、私自身は夏に締めることが圧倒的に多いです。冬はあんまり締めないですかね。なぜ私が銀座結びを夏によく締めるのかということ、それからお太鼓と何が違うのかということをね、ちょっとお話ししていきたいなと思います。銀座結びは基本的に帯枕を、まあ、綺麗にするために薄いの入れられる方いらっしゃいますけれども、帯枕を入れないので背中の接地面積っていうのが、布と布同士の接地面積っていうのはすごく狭くなるんですよね。なので私自身はそれでやっぱり涼しく感じるので、銀座結びを夏結ぶことが多いです。あと銀座結びって結び方自体はそんなに難しいわけでもないんですけれども、こうニュアンスで見せる結び方という感じがするので、ちょっとお稽古が必要な帯結びになるかなというふうに思います。よいしょ。銀座結び、基本的にどんな帯でも結ぶことができるんですけれども、できるだけそうですね、お手持ちの中で長い帯の方が最初はやりやすいんじゃないでしょうか。それから染めの帯よりかは最初は織りの帯の方がやりやすいと思います。なので銀座結びあんまり上手じゃないなとか、ちょっととりあえずトライしてみたいなという方は、染め帯ではなくて織りの帯でトライされてみた方がいいと思います。先ほどお太鼓と銀座結びの違いで枕を入れないというお話をしましたけれども、今これ帯揚げをまず縦に半分に折って、それを私3分の1に折っている帯揚げになるんですけれども、これをいつも通常であれば枕を入れる位置にこうやって帯揚げだけを入れていきます。よいしょ。この時にね、留めたクリップも、ね、一緒に外していきます。ここね、この時に外さないとちょっとこの辺が斜めになっちゃったりとかしやすいのでね、私はいつもここ外すようにしています。そしてここまっすぐしていきますね。よいしょ。銀座結び基本的には外にお出かけに、ちょっとおしゃれに着物を着たいなとかっていう時は銀座結びしていただいて、結んでいただいてとてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、結構ねふわっとした結び方なので、ずっとこうどこかに座ってなくっちゃいけないとかっていう時にはちょっと形が崩れやすい帯でもあるので、ちょっとそこは要注意かなというふうに思いますね。ふわっとっていうのはどういう意味かというと、お太鼓ってシュッとした感じで上がると思うんですけれども、銀座結びってねすごくふわっと上がってきますよね。よいしょ。で形を整える。でやっぱりこの両サイドこういう風に手がこんな風に出ているので、ちょっとね可愛らしいなという感じもしますよね。やっぱりこのふわっとした形が、まあ今日私夏っぽい帯を使っているというのもありますけれども、帯が涼感を感じさせているところもあると思うんですけれども、フォルムもねやっぱりちょっとこうふわっとした感じなので、涼しさも感じさせると思います。でも先ほどから繰り返してますけれども、別に夏に締める帯の形というわけではありません。やっぱりこのふわっとした感じっていうのは、こうたおやかな女性の柔らかさみたいなのもね、表現うまくできてるんじゃないかなと思います。よいしょ。帯枕がないので、ちょっとよりね綺麗に結びたいなって思ってらっしゃる方は、この今の帯揚げの中に、まあ、仮紐を、まあ、つまり腰紐を入れておいていただいて、腰紐を
帯枕の代わりにするという方もいらっしゃいますね。私自身は少しでも涼しくするために銀座結びを結んでいるので、私の場合は胸紐を入れたりすることはもうほとんどないですね。できるだけ涼しく涼感を感じるために、あの銀座結びを結んでいます。この帯揚げ、通常だったら帯枕の紐を結んだ後にこう帯揚げをきれいに結ぶっていう風にすごくね意識が向いてると思うんですけれども、この銀座結びの帯揚げっていうのは、ここを支えている帯枕の要素も兼ね備えられているので、帯揚げは結構しっかりギュギュギュって結んであげた方がいいですね。よいしょ。そこはちょっとお太鼓、名古屋帯のお太鼓と違うところだと思います。では続きまして、帯締め結んでいきましょう。これ、ね、後ろしっかり圧をかけて、今さっきね整えたのが崩れないようにして、で帯前のシワを両サイドに落として、それから帯締めを結んでいきます。帯揚げ帯締めの詳しい結び方は別な動画で解説してますので、よかったらお役立てくださいね。銀座結びと名古屋帯のお太鼓の違い、先ほど枕のねが入るのと入らないのが一番大きな違いですかねというふうに申し上げました。で、帯を結んでいる時にちょっと解説し忘れちゃったんですけれども、やっぱあとはこの垂れの長さ、銀座結びの場合っていうのは垂れ結構ここ長めに取るんですけれども、お太鼓はご自分の人差し指の長さぐらいしか取らないのに対して、銀座結びは手幅近く取るんですよね。やっぱりここがちょっと違うかなというふうに思います。まあフォルムも全然違うんですけれども、まあ、結び方とかっていうことで言うと、そのあたりもちょっと違ってくるかなと思います。銀座結びの結び方は別な動画で詳しく解説しているものがあるので、よかったらご参照になってくださいね。ちょっと一回りしてみたいと思います。着物を今日は涼しく着たいなという場合、よかったら銀座結び結んでみてくださいね。背中の接地面が薄いだけで細いだけで結構体感変わってくると思います。本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。